力的には中腰で戦ったので、すげえ気使った。でも星野中腰になったから中腰だったから全然だから星野が中腰になるとあんま中腰、まあ、そうだよ、そうだよ、だからね、無理だろこれ。余裕の打ち返し。もう、もう、これはいいんじゃないですか。だんまりな、2、2、2、1、2、1か。41分割り出しさ、この状態で多分そんなきつい普通にやってみられたら、これがあんま跳ねない。いけ、今日さそう、割り出しさ割り出しなんかってめっちゃギリギリなんだよ。だんだんできます。2-0でチャンピオン、さすがの威厳を見せる。白玉を観察したいんですか。観察したいね。
伊沢さん、中古仕様についてどう思いますか？これなったら大変ですよね。確かに、今後でチャレンジャーが中古仕様になったらチャレンジャーがなったら、もうマジで、再戦とかやめろみたいな。いやいや、今日やるんですよ。いや、最後のバトルが始まります。おぉ、チャンピオン破れた。喜べねえ。中古仕様、不動産決定です。